これは渡航許可証。無事だったか。ありがとう。お前には大きな借りができたな。あとは我々が資金を貯め船を完成させれば。失礼するよ。誰だお前は。私は入っていいとは言っていないぞ。おお、確かに男言葉を話す花売りの娘、とうとう見つけた。失礼、私はセント・ジョーンズというものだ。ここに私の息子マーシュがいると聞いてきたのだが。マーシュの、そうか、マーシュならそこの部屋に。本当かね。マーシュ。お父さん、親子の再会か。よかった。ありがとうシブレット君。息子から話は聞いた。今後について少し話がしたいのだが、それと君も。私がマーシュを探すうちに分かったことだ。どうもマーシュの命を狙っている組織があるらしい。キャプテンシブレット、あなたの船を沈ませたのも奴らの仕業のようなのだ。なんだって。ごめんなさいキャプテン、僕が船に乗っていたせいで。君が謝ることはないよ。悪いのは船を沈めた奴らだ。そうだマーシュ、あまり自分を責めるな。いやキャプテンシブレット、息子にはいい薬になりました。ただここもいつまでも安全というわけではない。奴らはまだマーシュを探しているようなのです。あなた方にこれ以上迷惑をかけるわけにもいきませんし。ま、依存はありません。しかしどこへ。ゴールドーンという村に私が建てさせた学校があります。今は廃校になっていて誰も使っていません。そこの2階なら滅多なことでは人目につかないでしょう。そこで君にも頼みがある。マーシュをゴールドン村へ連れて行ってほしい。ビークルトーナメントに出場するほどの君ならきっと無事に届けてくれると思う。頼むよ。わかりました。マーシュをゴールドン村へ運びます。ありがとう。それとこれを君のビークルに取り付けてくれ。今は積み荷があるようだね。それを下ろしてから医療運搬用パーツを取り付けてまた来てくれたまえ。
それでは頼んだよ。ゴールドン村はハッピーガーランドの北の森を抜けて東に行ったところにある。地図にピンで印をしておいたから見ておいてくれ。マーシュ、気をつけてな。うん、キャプテン、お世話になりました。ああ、ほとぼりが冷めたらまた会おう。Thank you.
おい、魚ビーグル、こんなさびれた村に来るとは、さてはわけありだな。お前、レイブントリデとミツバチ園とヒバリ田園地帯で会った。のこのこ俺の前に出てくるとはいい度胸だ。僕の勝ちだ。チキショー、貴様、許さねだ。温泉が湧いた。ほら、ずいぶん寂しいところだね。でも仕方ないよね。僕が人に。あんまり気にしない方がいいよ。僕は調子に乗ってたんだよ。みんなには本当に悪いと思ってる。でもダンディリオンとチコリにはなんて謝ったらいいのか。それなら恨まれても仕方ないね。元気になったらみんなに謝りに行かなくちゃ。ここまで送ってくれてありがとう。ふう、もう今日は疲れたし寝ることにするよ。それじゃあおやすみ。気が向いたら顔を見せに来て。
言ってたんだよ。聞いてくれよ。燃料の値段が上がって車やビークルが走れなくなっちゃったんだ。それに運送費や製造費も上がったから物価がものすごく高くなってるんだ。どれくらい物価が高くなってるの？今のところだいたい2倍くらいかな。これからまだまだ上がるかもしれないよ。どうして燃料が高騰したの？プラッティマンティスが砂漠にある油田を占領したんだって。それで石油が来なくなったんだ。町のみんなは市民軍を結成してコンドルトリデに集まってるんだ。さっきダンデリオンにも声をかけてきたよ。後で来てくれるって。やあ、来てくれたんだ。
あそこにいるのが市民軍のファーガスン司令だよ。ハッピーガーランド警察の警部さんなんだ。あれ、町の人が詰め寄ってるみたいだ。行ってみよう。このままいつまでも燃料が手に入らなければ再び馬車の時代に戻ってしまう。ビークルがなかったら私の商売も生活も成り立たないんだよ。あなたがのんびりやっている間も物価は上がり続けているのよ。皆さん焦ってはいけません。これまで私は和解交渉を進めてきたのです。しかし奴らは返事を先延ばしにするばかりでした。どうやらその裏で奴らは巨大な陸上戦艦を建造し砂漠全体を掌握しようとしているようなのです。その後ハッピーガーランドに攻め込んでくるという情報もあります。じゃあなおさらゆっくりしていられないじゃないか。そうです。しかし十分な戦力がないままブラッディ・マンテスと戦うのは無謀です。今は陸上戦艦ロングシンフォニーを完成させましょう。負けてしまっては元も子もありません。司令、どうかしたんですか？ああ、皆焦っているようだ。血気盛んな市民は今にも戦いたがっている。それはそうと、君は？ Sir, Vanilla, sir! おお、君が！噂はよく聞いています。あのダッドリーを倒し、ビークルトーナメントにも出場したとか。君が参加してくれれば心強い。どうだい、市民軍に入ってくれるかね。はい。ありがとう。期待してるよ。そうだ、君なら。何でしょう。ありがとう。我々はこうして決戦の準備をしているわけだが、戦わずに済むならそれに越したことはない。だからもう一度奴らと和解交渉をしてみようと思う。君には交渉人の護衛をしてもらいたい。これが本当の最後だ。交渉が決裂すればそのまま宣戦布告をしてもらうつもりだ。それではビークルに人運搬バックパーツをつけておいてくれ。準備ができたら私のところへ来るように。準備ができたようだね。こちらが交渉人をしていただく弁護士のクラインさんだ。よろしく。私の弁舌で奴らを屈服させてみせますよ。奴らは油田を占拠して基地にしている。油田はコンドルトルデを出て砂漠を南西に行ったところだ。地図にピンを押しておいたから確認しておいてくれ。それでは頼んだよ。
何者だ。ブラッディ・マンティスのボスと話がしたい。和解交渉にやってきた。総帥が話をするそうだ。交渉人だけついてこい。心配いりません。大船に乗ったつもりで待っていてください。お？君は、やはりそうか。覚えていますか？あなたをスカウトしたコンフリーです。ところで、こんなところで何をしているのですか？どんな基地なのか興味があったんだ。ほう、ブラッディ・マンティスに興味があるようですね。それではどうですか？あのような寄せ集めの仲間に加わっても損をするだけです。私はまだあなたのことを諦めてはいません。今からでも遅くはない。我々の仲間になりませんか？嫌だね。絶対に仲間になんかならないよ。そうですか。仕方がありません。あなたとは戦場で会うことになりそうですね。弁護士が戻ってきたらすぐに帰りなさい。次に会うときは敵同士ですよ。おーい！いや、ダメでした。奴ら最初から交渉に応じるつもりがないようですな。それにしても、なんてものを作るんだ、ブラッディ・マンティス。見ましたか、あの巨大な陸上戦艦を。まったく恐ろしい。市民軍の戦艦の方がかっこいいですけどね。君もそう思うかい？やはりロングシンフォニーはかっこいいよな。さあ、帰りましょう。早くこのことを司令に知らせないと。
おお、どうだった？交渉はうまくいったか？申し訳ありません、司令。奴ら、最初から交渉に応じるつもりがないようです。それと司令、あの話は本当でした。奴ら、巨大な戦艦を建造しています。こうなっては、一刻も早くロングシンフォニーを完成させなければ。君にも物資の輸送を手伝ってもらおう。戦艦の完成にはまだ材料が足りない。それにここで作業している人たちの食料も必要だ。詳しいことはマジョラム君に聞いてくれ。彼が物資の管理責任者だ。そうだ、今ダンディリオンが来てるよ。この後ライブをするんだ。君も一緒に演奏しよう。今は炊き出しのところにいるはずだよ。やあ、ご苦労様。バジルがどうしてもって言うから来たけど、正直僕は争い事が苦手でね。それに人前で演奏するのも久しぶりだから緊張しちゃって。ダンデリオン、セイボリーが来たよ。久しぶり、ダンデリオン。セイボリー、久しぶりだね。いや、みんな集まったね。いよいよだな。用意ができたからみんな甲板に上がってよ。よし、行こうか。君も用意ができたら甲板の上に来てね。
down by gravity. The weight of a thousand bricks on your shoulders, it gnaws right through you. Your flesh and bones cannot carry the weight. You can no longer stand it. Hold on to something strong before you press down by a thousand bricks. Every brick the weight of anxiety. Why don't you shout it out? Shout your organs out. Just shout and shout and shout it out. You shout it out, shout your organs out. Just shout and shout, just shout it out. Why don't you shout it out? Oh, just shout it out. Just shout and shout and shout it out. Ooh, into everybody's soul. And yes, I was a victim of your words. You suddenly said you loved me. You were a fool to say such words. I tried to dry my eyes. See you anymore.
I wish I could fly to you. But where are my wings? You took them away from me, never to give them back to me. You stole them from my back, you ripped them off. The scars will be right there, and I'll never be able to fly right to you. Only 'cause I can't, and it is you who made it impossible. ダンディリオン、今日のライブはどうだった？久しぶりですごく緊張したよ。やっぱり楽器を作ってる方が気が楽だね。そうだ、ローズマリーはどうしてるんだい？前よりは随分元気になったわよ。ね、コニー。うん。そうか。早く元気になって、またみんなで音楽ができるといいのにな。今日フェンネルは？誘ったんだけど、もう俺はメンバーじゃないからって。フェンネルらしいな。なんだよ、僕も仲間に入れてよ。
でもこれでチコリとフェンネルがいたら昔と一緒だね。あ、バジル。いや、みんなそんなに気を使わないでくれよ。それじゃあ僕は帰るよ。セイボリーはどうする？ええ、私もすぐ行くわ。今日のライブ良かったよ。そうだ、よかったら使ってみてくれないかな。みんな、それじゃあ。コニー、あなたまだ気にかけてるの？今のままだとダンディリオンがかわいそうよ。うん、わかってる。でも実際に会うと、どうしても。まだ、時間かかりそうね。ごめん。私も帰るわね。みんな、あんまり無茶しないでね。Thank you.
Thank you.
いらっしゃい。Yeah.
Thank you.
いらっしゃい。
立派な軍旗だ。よく無事に届けてくれた。これで我ら市民軍の陸上戦艦ロングシンフォニーの完成だ。
みんな聞いてくれ。ブラッディ・マンティスを討伐する準備は整った。明日の朝に砂漠へ進行する。それまでに各自準備を済ませておくように。